かやってくれないかな。あとはイエスハッピーの方なんですけれども、超人気ですよこの人。3人組なんですけれども、中にメイドさんがいるそうで超可愛いです。ラビも見ました、超可愛かったです。もうこれは人気が出るの間違いなしと思いますね。その人気メイドさんに、ね、これね、会いに来てください、ぜひ。あ、いや、ラビにも会いに来てくださいよ、もちろん。はい、で、今のところ出演が決定しているのはこちらのイエスハッピーと並川萌衣さん、そしてラビです。で、また他の共演者が決まり次第どんどん発表していきますので、その発表の、ね、場所っていうのはね、こちらですね。はい、不思議の国のラビリンス。失礼します。 http コロンスラッシュスラッシュラビ0306ドットオタデンドット JP スラッシュ不思議の国のラビリンス。この星までがブログのタイトルなんですけれども、毎回毎回言ってるようにこれ覚えなくていいです落とすなってね。はい、長いよねこれね、不思議の国のラビリンスってね。しかもね、不思議の国って国だけしか漢字じゃないんだぜっていうのが、ね、探してもらうコツかなと思ってこうしたんですけど、もうね、そんな方法じゃなくてももっと簡単な方法は大丈夫。ラビと真剣じゃって覚えとけばいい。まあ、なんで真剣じゃかっていうのは、真剣じゃ真剣じゃバーバー書きすぎたからなんですけど、その他にもね、最近ね、いろんな、ね、検索の仕方をね、ちょっと調べてみたんですよ。まずラビースペースオタク、これで、ね、なんでオタクで検索できるのかなと思ってたんですよ。だってオタクなんていっぱいいるじゃないですか。しかもラビなんてありふれた名前でしょ。なんでかなって思ってたら、オタクの電脳で書いてるからなんですよ。だから一番上に来るんです。だから、まあ確かにラビはオタクですけどラビースペースオタクで検索してもちゃんとできます。あとね、ラビースペース山本正幸でもできました。でね、もっとあるの。ラビースペース R ってね、あれなんですよ、あの間は伸ばし棒じゃなくて波なの。ちょっと書いてあげるのこれ、よいしょよいしょよいしょ、ここだよいしょ。あっイラッと、よいしょ、これ R ってこれなんですよ。これでラビスペース R で検索しても出ます。なんかね、いろいろね調べてみたんですよね、他にないかなと思ったら、私がね大好きなね、ひばりきょうやっていうキャラクターいますけれども、ラビスペースひばりきょうやはまだちょっとできなかったんで、今後どんどんやっていこうと思います。あと、もう一つ野望としては、ラビっていう名前はね、実はね、昔やってたアニメのグランゾートという作品のラビから来てるんですよ。だからそれから取ったんやったら、やっぱりラビスペースグランゾートで来たら、やっぱり上に来るようにせなあかんやろうと思って、今その記事を上げようとしてますので、それもブログで確認してください。だからそのブログの検索方法がさっき言った通り、 R スペースラビとか R スペース違うラビスペース真剣者とか、はい、そんな感じで検索できますので、よろしければ皆さんもこんな方法でちょっと検索できたよっていうのがあったら、ラビにぜひ教えてください。はい、そんなコーナーでした。よっこらしょ。じゃあ次ですね、ライブのことに話を戻しまして、今回のですね、先ほどのね、長いタイトルだからちょっと読ませてくださいね。ラビちゃんと日本橋のアイドルキャットが大集合の、ライブなんですけれども、こちらのね、ライブのオープニング、毎回実はラビこの服でね、メイド服で登場してたんですけれども、今回来ません、メイド服は来ません。なのでぜひ最初にね、何を着るかをお楽しみにしていただきたいと思います。あっと驚かせますのでね、ラビを見ててくださいね。そしてですね、途中ですね、着替えが2回あるんですけれども、そのコスチュームに合わせて歌を歌っていこうと思います。これね、まだね、日があるのでね、実は皆様からのリクエストを募集しちゃおうかななんて思ってます。ラビにこんな服着てほしいなとか、はたまたこんな歌歌ってほしいなとか、そういうのがあったらぜひラビに教えてください。そこら辺のね、もちろんそういうのがあるってことは、ちゃんと宛先があるってことで、ここです。はい、info@yellowcab-west.com info@yellowcab-west.com
です。こちらですね、ぜひラビの方に着てほしい服とか、あとは 歌ってほしいこんな曲聴いてみたいなとか、あとはまあ先ほどのねこんな検索方法あったよとか、そういうことをねぜひ教えてください。はい、でですね、最後に出演者全員のねチェキ撮影と、その全チェキ、じゃ生チェキを、ご主人様にプレゼントしようという企画が持ち上がっております。でなのでですね、出演者全員のチェキですよ、なかなかこれはね、その場でしか撮れませんので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。またね毎回毎回のことなんですけど、プレゼントもねちょっと用意しようかななんて思ってますので、楽しみにしていてください。でですね、詳しくは随時ブログでアップしていきますので、先ほども言いましたけれどもよろしくお願いいたします。はい、続きまして最近の話題を行かせていただきます。最近の話題でワンピース、皆さん知ってますかね、ジャンプで好評連載中のワンピースですね。あれね、ワンピース面白いですよね、やっぱりね、なんか泣けるしね毎回、あの人やっぱ作者の人才能ありますね。なんかジャンプは多分ジャンプの両親って呼んでる漫画がね2作あるんですけど、それがこち亀とあとワンピースなんですよ。この2つがあるからジャンプらしさをまだ保ってられるんじゃないかなと思ってます。多分ね、でもワンピースがなくなったら多分ジャンプもう売り上げガタンと落ちると思いますね。これはやばいですよ。でね、ナルトもねブリーチもねいい作品なんですけれども、やっぱりここちょっと女の子人気がね高い作品なんでね、まあ、ナルトは海外にもすごい有名ですけれどもね、なんかねよくいますよ、外国の方でナルトとかさくらちゃんのコスプレしてる子とかよくいますので、ね、もし興味持った方がいましたらググってみたら面白いと思います。コスプレのねキュアっていうサイトがあるんですけれども、このキュアっていうねコスプレのサイトさんはものすごくね外国の人もたくさん登録してるんですよ。で私ね前韓国にコスプレしに行ったっていうことがあるんですけれども、韓国語でね実はもらったことがあるんです。読めるわけないじゃないですかっていうので、下の方にちゃんとね日本語訳がついてたんですよ。日本語すごいみんな達者で、なんでこんなに達者なんだろうと思ってたら、みんなねアニメでねちゃんと勉強したんだって。要は韓国で放送される作品とされない作品がある、まあ、そうですよね。まあね、そりゃ日本のねやってるアニメ全部できるわけじゃないよ。でも YouTube とかに落ちてるじゃないですか。あんまりいい話じゃないのかもしれないけど、それででも日本語をね知らないとそれはやっぱりわからないから、それで日本語勉強するんですって。すごいよね、ラビそんなんで勉強なんかできるのかな。せいぜいがなんかこう、私が持ってるのって言ったらあれですよね、ディズニーの英語版とか、あとは隣のトドロの英語版を買いました。あと魔女の宅急便、あそこら辺は全部英語で持ってて結構聞き取りはできるんですけれども、でもね結構これってどうやってこう訳すんだろうとか、そういうのってありません？ありますよね。やっぱそういうところもちゃんと伝わってるのかなとか、そういう細々したところが気になってきましたね。あとちょっと面白かったのはヘタリアですね。ヘタリアって実は本放送地上波でねやる予定だったんですよ。ヘタリアっていうのは国内情勢、まあ、国の擬人化です。はい、イタリアとかドイツとか日本とかアメリカとかを擬人化して、でこういうキャラクターだよねっていう漫画なんですけど、これは困ったことにすっごい面白いんですよ。で、面白いっていうのでねヒットして、もともとインターネットの漫画だったのが出版までに至ったんですけれども、それでもちろん韓国とかね台湾とか中国とかも登場してきます。でなんですけども文句つけたんですね、中国と韓国が。もうこれどうなっとるんやって、こんなもん放送してバカにし腐ってこういう感じでちょっといちゃもんつけられたので、地上波じゃなくてインターネット放送に行ったんですよ。でもねそのヘタリアのコスプレしてたんですよ、韓国行った時。なんでって、ま、それでね、実は結構みんなが敏感になってるのかなと思ってたよっていう話をしたんですよ、その時に。